皆さんこんにちは。本日は愛知県の勝川駅に来ております。ここ名古屋駅からだいたい電車で20分ぐらいなんですけれども、まあ、世にも奇妙な誠に面白いですね、車両が走っているということでこちらにやってきました。それでは早速その場所に行ってみましょう。ちなみにその路線は JR の路線ではなく城北線というものになっております。北口から乗れるんですね。いやでもそれにしても誰もいない駅ですよ。日曜日の今17時前ぐらいですけど、この時間にこんなに誰もいない駅なんてあるんですね。なんかマップが書いてありましたね。今いるのが JR の勝川駅で、こっから結構歩いていくんですね。まあ、至る所にこういう案内のシールみたいなのが貼ってあって、400メートルぐらいかかるんだ。初めて来たんで全く分かんなかったんですが、この高架がですね、西日、夕焼けの光を反射して非常に綺麗に光っております。あ、なんかそれっぽいのが見えてきましたね。あれかな、あれを登ってあそこら辺になんか駅舎がありそうですね。あったあった、 TKJ 城北ライン。 TKJ が何の略を表すのか僕は分かっていません。あ、なんだこれは一体。都会だったら人がね詰まって動けなくなりますけれども、こんな狭い道を通っていく。おお、なんかここに車両があるの。あ、ちゃんと書いてありますね、城北線。ちょっとこれ本気で言ってるこれ。じゃあ見てください、この駅舎。いや、やばいでしょ。ちょっと待って、トイレもないじゃん。あっちはね、結構な速さで走っていく JR 中央本線ですが、こちらは錆びれてますね、これね。いやー、すごい駅だ。いや、ちょっと信じられない、なんのこれ。椅子も4つしかないですよ。ちょっとホームの端っこまで歩いて行ってみましょうか。ということで、ちょっと待って、時刻表見ましょうよ。現在がですね、ちょっと待ってくださいね。現在が17時5分ですね。今日は日曜日なので41分。あら、30分も待たなきゃいけないの。いやー、これ大変だ。さらになんとですね、交通系 IC カードは使用できませんということで、入った時に多分整理券かなんかを取ってですね、現金で支払いする、そういったものになってるんですね。駅は勝川、安治吉、平、大台、尾張、星宮、琵琶島ということで、最後まで乗り通すと450円でございますので、あのね、これ使う意味全くないんですよね。普通に多分あの JR で行った方が乗り換えとかありますけれども、多分ね、そっちの方が安いと思うんですよね。まあ、今ここにいますけれども、勝川駅で琵琶島っていうのがあれですね、清洲のあたりでだいたいここら辺なので、ここをぐるーっていくっていう感じですね。ここら辺に名古屋城があるので、お城の北側、城北線ということでございます。いや、これはちょっとえぐいね。しかもね、もう一個の特徴としては、これ線路の上に電線がないんですね。めちゃめちゃ綺麗な景色が撮れてますが、つまり電車ではないということです。いわゆるディーゼルカーと言われるものですね。電気ではなくエンジンで走る、まあ、そういったものになっております。なので正確に言うと電車ではありません。あっち見てみるとね、 JR の方はちょっと手前の電線と被って見にくいですが、こう線路の上にちゃんと電線が敷かれてるの見えますよね。あそこから電気を供給して走るわけです。ちょっとね、早く車両来てほしいですね。そしたら電気なしで動いている、まあ、その姿を皆さんにご覧に入れられるわけですけれども、まあただですね、ちょっと電車の時間を私全く確認しておらずですね、今から30分ぐらい待たなければいけない。まあ、ただね、それはね、結構いいことでございまして、こんな狭い駅舎に2人とか3人とか人がいたらですね、私こういう風にね、大手を振って歩いたりとか大声で喋ったりできませんから、まあ、逆にね、いいことではあるんですよ。本当に誰も来てないの、大丈夫だよな、よし。しかもあれですね、ここを終点始発駅なんで、別に線路1個でいいんですよね。めちゃめちゃ省エネな駅でございます。こちらの電灯見てください、もうすんごい細いでしょ。めちゃめちゃ省エネですよね。特にこうホームドアなんかも設けられておりません。お、JR 中央本線頑張ってますね。ほら、あそこからね、電気を供給してるんですよ、この上のところね。
車内はこんな感じですね。だから僕福島でこんな風な車両に乗ったことあるんですよね。このボックスシートの上、多分東京だと吊り革ついてるんですけど、ここだとついてないですね。珍しい形のやつだ。普通に座席があって、そこに乗務員さんの部屋があるんですが、これワンマン列車ということで今いらっしゃらないですね。いらっしゃらないとこはここが開くので、なんとここのドアギリギリのところまで行くことができます。めちゃめちゃ反射して車内の様子が映ってますが、まさか名古屋愛知県でねディーゼルカーに乗れるなんてね、全く思いもよりませんでしたよ。ユートリートラインを除いてですが、これ唯一の非電化区間だそうです。なので愛知県ここ以外ではディーゼルカーに乗ることはできないんですね。僕の乗ってきた城北線はですね、またなんだっけ、勝ち川駅だっけ、戻ってきました。寒すぎる。ほら琵琶島駅ね。なんだっけ、寒せ、IC カードが使えないんで、降りたことの証明のためにこういったものが配られます。よいしょ、降車証明書ね。これを
その JR とかに乗り換えるときに、まあいろいろ会社出るときに使うっちゅうわけです。はあ、寒すぎる。今ねいるとこ気温7度なんですけど、その分風がめちゃめちゃ強いんですよね。風が降っていなきゃもう集落だったとは思うんですが、皆さん城北線の動画楽しんでいただけたでしょうか。また他の動画もご覧ください。皆さんご視聴ありがとうございました。